北島陽一の乱読図書紹介、今回は特別編です。今年の私の図書紹介からどれがベスト3に入るか紹介します。先日新聞に今年のおすすめの本を作家や学者の人たちが3冊ずつ紹介するページがありました。それを読んで、はて、今年私は乱読図書紹介でたくさんの本を紹介してきましたが、どれがベスト3と言えるだろうかと振り返りました。どれもおすすめなんですね。それに私にとっては動画で本を紹介するという初めての方法を取り入れた年なので、挿絵を描いたり関係する現場に実際に行って取材をしたりと、それぞれ思い入れがあるのです。そしてそれらは紹介する本の良さというよりも本の紹介の仕方の工夫に対する私の自己評価であって、本の内容の良さとは別物です。例えば本を紹介するためにたくさん挿絵を描きました。その出来から言うと、モグラが3000集まってがベストワンです。そして探偵マーロー、犬ぞりことはじめという順になります。モグラの話は本としてもとても良い本なのです。本だけでも私の中では今年のベスト3に入ります。しかし図書館以外では手に取ることができない本です。ネットで中古の本を調べると、なんと3万円もの値段がついたものしか見当たりません。そこで図書紹介では挿絵を丁寧に描き、あらすじも紹介してしまいました。ですがこの本をベスト3に入れても、皆さんがこの本を手に取って読むことが可能かというと、それは疑問なので、入れるとしたらベスト3ではなく特別賞かなと思っています。現地へ行ったという点では、牧野富太郎さんの本、横山敦夫さんの笠取山の文章、ウルド幸太郎さんの砂漠飛びバッタの本、芥川龍之介のみかん、国木田独歩の武蔵野が思い浮かびます。そしてその中では国木田独歩の武蔵野が私の中ではベストワンです。武蔵野の風景画もたくさん描きましたし、国木田独歩が住んでいた渋谷の住居跡にも行きました。さらに独歩が恋人と歩いたという玉川上水も家内と歩きました。砂漠飛びバッタの紹介ではアフリカへ行ったわけではありませんが、トノサマバッタを捕まえるために何度も玉川河川敷に通いました。トノサマバッタを捕まえる様子を動画で撮影し、リアルなバッタの様子を紹介したかったからです。取材の苦労としては一番大変だったかもしれません。夏はあまりの猛暑でどこを探してもバッタはいませんでしたし、10月になってようやく捕まえることができましたが、11月に入ると急にいなくなってしまったのです。紹介の方法の工夫としては、趣味のフライトシミュレーターを使って実際の距離感などを紹介したものとして、シャクルトンの本や角畑さんの本の紹介、リチャード・バックの本の紹介があります。エジプト文字ヒエログリフに関する本の紹介も、エジプト古代文字で自分の名前を書けるようになるまで理解するなど、それは自分なりの工夫です。さて、そのように本の中身とは関係ないところで、つまり紹介の出来具合や紹介のための取材などの取り組みのベスト3が私の中では存在するのです。でもそんなことは皆さんにはほとんど関係ない余計なことでしょう。そこでいよいよ皆さんへ向けて、私なりに今年の本のベスト3を発表します。先ほど挙げたモグラが3000集まっては中身でもベスト3に入るのですが、皆さんが読もうと思った時に手に入らない可能性が高いので特別賞としておきます。これから紹介するのは、
それでは読んでみようかと皆さんが手に取ることが可能な本の中でのベスト3です。じゃじゃーん。まず3位です。3位は荻原博史の作品です。図書紹介では荻原さんが書いた最新の漫画も含めていろいろ紹介していますから、それを参考にしてください。本を読んだ後ちょっと心に残るハートウォーミングな本が多いです。たくさんあり、どれもおすすめです。私の図書紹介を参考にしていただいても良いし、荻原さんの本の最初の書き出しの5行ぐらいを書店で立ち読みし、気に入った本を選ぶのも良いです。じゃじゃじゃーん。2位は角畑雄介さんの犬ぞりことはじめです。結構分厚い本なので、この内容に興味が持てるかどうかがちょっとおすすめする私としては気にかかるところです。ちなみに私の家内は犬の喧嘩の話ばかりなので、飽きて途中で投げ出してしまいました。でも読んだ後心に残る本でした。できればその前編となる狩りと漂白も読むと話がつながります。パンパカパーン。さて1位です。これは佐々木健一さんの辞書になった男です。ここの図書紹介で紹介している赤瀬川源平さんの新海さんの謎も読まれていなければ文庫本で出ていますから、一読をおすすめします。辞書に関する本は2月に NHK が船を編むのドラマをやるので、ここでこうした本を読んでおくとちょうど良いという考えも私にはありました。本はその時その時のタイムリーな本というものがあると思うのです。今年の初めに紹介した牧野富太郎の本も良い本なのですが、今はちょっと話題から外れてきましたね。国語辞典に関する本は2月に放送される NHK のドラマがどの程度人気を得るか分かりませんが、その先取りという感じでベストワンに取り上げました。ですが本自体もとても良い本です。おそらく皆さんが知らない世界が目の前に広がることと思います。まだ読まれたことのない方はぜひ読んでみてください。これで今回は図書紹介の特別編を終わります。皆さん良いお年をお迎えください。